違うわ、滅びぬ。あんたが戦うのも民のためだったんだな。戻るぞ。おいいのか、まだ賊どもがいっぱい残って。あとは殿の仕事だ。聞け、お主らの寄るべきは民を誤たせ世を乱す指導者ではない。お主らが生き抜くのに必要なのは、世に安らぎをもたらせる真の主、罪なき公金の聖兵たちよ。呼びかけに応じるならば一つとして愚しよう。わしが真の主に値せぬとなればいつでも寝首をかくがよい。30万の敵が仲間になったぞ。あれが曹操。アクライ、見事敵を葬ったようだな。はっ。村で拾ったこの巨著なる男、民のために命を張れる同志かと。そばに置く許しを。好きにするとよい。村のことは聞いておる。丁重に弔う塚を築くよう申し渡しておいた。巨長、これよりは村だけでなく、この国すべての民を守ってみぬか。
長州が下り、この炎上を拠点に加えることができた。これで中原をめぐる呂布との長き抗争に終止符を打てよう。お主の尽力に感謝せねばな。長州軍命、やけに降伏が早かったみたいだが。そうだな。おい、そろそろ交代だ。うん。ここを預かる。殿を脱出させよ。急げ。敵襲。騙し討ちか。門に大軍が迫っております。手遅れになる前にここは撤退を。配下を見捨てろというのか。ここはお逃げください。あなたが死んでは民を見捨てたも同然。どかぬか。このままでは悪来が。必ず連れ帰ります。お任せを。わしは必ずや生き延びてみせる。全力で行くぞ。おっさんは死なせねえ。